仮にだ、お前が死んで葬式の時お前の娘が喪服を着てボロボロ泣いてるのをどっかのスケベ野郎が、どうだいい女だな、そう言ったら棺桶の中にいるお前は腹が立たねえのか。俺が死んだって涙なんか流すもんか、あのバカ娘が。親の死を悲しまねえ娘がどこの世界にいるんだ。てめえそんなこと言ってると罰が当たるぞ。よう、俺だよ。忘れたかな、ほら長崎の教会で。あらいきなり来て悪かったな。別に用事があったわけじゃねえんだ、ただ元気でやってるかなと思って。わざわざ来てくださったんですか。おい、お前惚れてんだこの子に。惚れてなんかいません。じゃあ隣のおばさんか。違います。うん、わかるわかる、お前の気持ちはわかるけどね、この恋は諦めな。悪いこと言わないけど。なんで諦めねばいけねえんですか。お前の顔はね、恋愛には似合わない。みんなで心配してたのよ。ねえ、一体いつ帰ってくるの。